若き日の猪木は力道山の付き人だった。ある時、力道山のクルーザーに乗せられ、海の真ん中で降りろと言われ、1時間半泳いで帰ったことがある。また、猪木は火のついた葉巻を押し付けられたり、回転の番犬として使われたり、暴力団関係者の前で日本酒一升瓶をラッパ飲みさせられたりした。猪木は力道山から、失敗したら殺す、と脅され命がけで飲んだ。さらに猪木はゴルフクラブで頭を殴られたり、理由もわからず殴られたりした。力道山は猪木をアゴボーイアゴや、小敷野郎と呼び、ブラジルへ追い返すと脅した。猪木にとって力道山から教えられたものは何もなかったという。しかし、猪木には力道山へのポジティブな思い出もある。ある時、力道山は猪木を高砂親方との宴席に呼び、親方がいい顔してると褒めると、力道山はそうだろうと笑って返した。この一言が猪木に自信を与え、レスラーとしての道を歩むきっかけになった。力道山の妻は猪木だけが、力道山に信用され期待されていたと語っている。